久保さんこんこにちは気になる男第218話ですね第218話前回売れる言葉の使い方ということで伝える力ですね伝える力のお話していただいたんですけど、まあ、その中で一つ、えー、ビジネスをしていてなぜやめていくのかというところのお問いに対して一つ 答えを言っていただいてて自分のメッセージが伝わらないことに自分で諦めていくというフレーズがあったありましたでやっぱりこれを聞く、まあ、これを聞いていろいろ考えてたんですけど、まあ、そもそも人に伝えるのはやっぱり大変難しいなの難しいことなのではというところにやっぱりこう 思うんですよね非常に、まあ、口頭で伝えても伝わらない時があるともちろん文章で言っても文章で書いてもかな文章で書いても伝わらない時もあると、まあ、それは聞く人がどんな経験を積んでいるかによって、まあ、理解度が異なったり、まあ、するしまあ人を聞いている人はいろんな人がいますからそこは難しいかなと。 思うところではあるんですけど、言葉を発したらあ必ず伝わるものではないと、言葉を発したら必ず伝わるものではない。まあ、ここがしっかり押さえておかなきゃいけないところなのかもしれないなと思ったりもして、人に伝えることっていうのはそもそもこれ難しいことだということをまず認識した上で、そこで自分の思いを まあ自分の伝えたい思いですね。自分の伝えたい思いを、まあ、知ってる限りの、まあ、語彙、まあ、頭の中から脳から出るって感じですかね、脳から出る語彙を,を探り出して、えー、その最適と思われる言葉でこう相手に理解しやすいように伝えるということが、まあ、伝える力になるのかなと。まあ、伝えるっていうことは本当に、まあ、相手がいることの話であって、 相手の受け止め方次第でしかないともちろんこれは伝わっただろうっていうところの過信にはすごく注意すべきだし、まあ、自分が伝えたつもりでも伝わってないことなんて、まあ、いくらでもあるかなとも、まあ、思ったりもするんですけどこの伝えようとする努力ですね伝えようとする努力そして言葉にして表現する努力っていうところを、まあ、その諦めることなくそして言葉足らずで まあ誤解されぬように伝える、まあ、こういうところの、まあ、繰り返しをしていかなきゃいけない,い,いんじゃないかなっていうのはあの今回の、まあ、前回のかなは「きなの男」の217話聞いていて思ったんですけどえ例えば喋るのがすごく苦手ですととても苦手で、えー、仕方がないと。 仕方がないでもこう文字だとこうよどみなくいろいろと言葉が出てくると、まあ、例えばチャットだとすごくついかついかのポン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 出てくるとなんだけどもそれが口口になるとまあ途端ね言葉が出なくなるというか少なくなると、まあ、語彙が思いっきり少なくなるみたいな。 まあこれはもうその話すのがまあ下手くそだともう話すのが下手くそっていうならこれ話す練習するしかないんじゃないかなというところで自分のメッセージが伝わらないならもうそれがもう現実っていうことをもう受け止めてもうそれが現実なんでそこの現実を受け止めて前に進むしかないんじゃないかなっていうところをすごくまあ感じたりするんですよねこれ。 じゃ何でが下手くそなのかっていうところをもうちょっとこう分析していくとまあ話すというところうまいは下手にこう喋ることによってまあ全てを否定されたみたいなね経験がやっぱりたくさんあると黙っておいた方が得だなみたいな相手にうまいこと相挨拶を打って当たり障りのないことをこう言えばまあまあやっていけるんで。 まあそのこれもまあ一つのこの処世術ではあるし、まあ、その生き方っていうのはある時期必要だったのかもしれないなとは思ったりもするんですよね。そうじゃないと生き抜けなかった時代もあったりするんであればもうこれは一つの処世術というかもうサバイバルとしてそれじゃないとねいけなかった時もあるんですけどじゃあこの生き方をまあいつまでこう続けるのかっていうところにもなってくるなと。 思っていていこういう生き方を,をした以上まあこれは口下手話すのが苦手な人おのところなんですけど、まあ、そうなったらもうどこかで変えていかなきゃならないとは思ってると思うんですよねやっぱ話したい話,話,話すのが苦手な人っていうのは。でもやっぱりそれ変えるのは難しいですよねやっぱりその。 基本的に多分帰れずにこれ克服的に多分人生終わるんじゃないかなと思っていてでそうやって終わった人ってすごいいっぱいいるのかなとはすごく感じるんですねこれ今こうやって撮っていて今この,この時点ですごく感じるんですけど。 もうこれを劇的に変えるというか、もう劇的に変えるというか、もう克服する、していくんであれば、もうこれが本人がもう伝えようとする、もう意思そのものじゃないかなと。伝えなければ、伝えるトレーニング、伝える努力をしなければ、伝わらないと。そのままで、まあいいやって思うんであれば、まあもうしょうがないんですけど、でその中でやっぱりこの YouTube っていうツールは伝える、もうトレーニングとして、 あと自分を変えるために使うっていう考え方でもいいのかなとは思ったりして、まあ、今回その伝え方のうまい人は伝える努力を惜しまわない人っていうところで初めからやっぱり話すのが得意な人まあもちろんいるとは思うんですけど、まあ、そうでない人でもじゃあ YouTube はできないのかなっていうと、まあ、そうではないかなと思っていて。 空でねベラベラ、ベラベラっていう方表現はないんですけど、空でね、ベラベラ、まずは普通に喋れないなら、まあ、こうやって文字とスライドをうまく使いながら、まあ、表現しながら少しでもこう補いながら、喋れないのを補いながらこうやって喋っていくことで、YouTube を使いこなしていくっていうのも一つの手なんじゃないかなと思ったりもしたのが、今回の、まあ、気になるとこ第218話で。まあ必ずしも 話すのが得意じゃない人、それでもね YouTube をやりたい人っていうのはこういうスライド動画っていうのは一つの、まあ、補佐というか使い方になるんじゃないかなとは思ったりもいたしました。はい、ということで、気になる男第210話、218話こんな感じで終わっていこうかと思います。久保さんありがとうございました。そして第219話またよろしくお願いいたします。それではまた。